皆さんこんにちは、はい、会場の皆さんとあと配信を見られている皆さんこんにちは、SIW ソーシャルイノベーションウィークが本日4日目となっております。でこれから、ずっと平日は朝から、朝からですね、だいたい22時30分ぐらいまでいろんなセッションをやっておりますし、街の中でもさまざまな活動をやってますので、ぜひ遊びに行ってください。そして今日は、実はカンファレンスとしてはトップバッターなんですよ皆さん、はい、ということでトップバッターがこういう、ね、感じで楽しいですけども、我々のキーダイアログでニューってついていて、ニューでいろんなカルチャーとか、そういう新しいこれからの取り組みっていうので、今日はニューカルチャー新しい日本が始まるっていうちょっと壮大なタイトルなんですけど、皆さん大丈夫ですかね。はい、でなんでこれをやろうというふうに思ったかというと、今年東京オリンピック、パラリンピックが開催されて非常に注目を浴びたのがやっぱりその、多様性で、あとは新しい競技ですね、スケートボード 3x3 ボルダリングとか BMX とかもそうですけども、やっぱり新しい競技に参加している方たちの何かすごくこう競技とか、なんか勝つことを超えたなんか新しい活動だったりメッセージだったりその行動みたいなものだったかなというふうに思っていて、でそれが特にストリートっていうところにつながってるかなと思ってるんですよ、カルチャーとか。で渋谷はやっぱりストリート文化の聖地ということもあり、ぜひ今日はこの皆さんのやってる活動から、あとは課題もきっとあるし、これからどういうふうにしていきたいかっていう、そのオリンピック後の学びだったり、これからオリンピック競技になる、種目だのチャレンジだったりあるので、そんなお話を聞きながら、我々ぜひアイデアの祭典なんで横でつながってアイデアを一緒に何かできることを生み出したいなというふうに思っております。で今日はまず、簡単なちょっとご紹介だけさせていただくと、皆さんから右に見て、プロバスケットボールのプレーヤーで、東京五輪でもね 3x3 の選手だった落合さん、よろしくお願いします。はい、そして、非常に注目を浴びたスポーツですけども、東京五輪の、スケートボード、それもストリートの女子の方の、ね、コーチを務められた宮本さんです。よろしくお願いします。はい、そして、2024パリ五輪の種目に決定しましたブレイクダンス、ブレイキンの、日本でも、ね、リードをしております、石川さんです。石川さん、私は勝さんと勝くんと呼んでるんで、ちょっとそう呼ばせていただきますが、はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですけども、じゃあ落合さんからちょっと、まず皆さん全員が落合さんのことをどう、ね、活動してるかどうかあれですけども、自己紹介とあとちょっとねスライドとかもあるので、はい、お話しいただいてもいいですか。はい、これもうおっしゃって大丈夫ですか。こっち、はい、おっしゃって大丈夫です。はい、はい、改めまして皆さんこんにちは、落合智也です。で自分はですね、バスケットボールに出会ったのが9歳でして、9歳からずっとバスケットボールを始めて、で、高校も大学もバスケットボール推薦という形で、本当に強豪校を渡り歩いて全国大会に出るような当時選手だったんですけれども、一度、それは5人制の、皆さんがよく知っている体育館でやるバスケットのプレイヤーだったんですけど、大学卒業時にプロからオファーもいただいていた中で、一度バスケットボールから離れた時期があって、理由としてはすごいこう冷めてしまった、で部活でこうやらされている部分がどこか感じていて、なんかこうバスケットボールへの情熱を失っていて、一旦離れてですね、で、姉がモデルをやってたっていう経緯もあって、一旦モデルを目指しながらアルバイトをしながらっていう生活を大学卒業後送っていて、でその中で出会ったのがこの 3x3 ストリートボール、いわゆるストリートのカルチャーに出会って、そこで、すごい新たな刺激を得たというか、また新しい角度でバスケットボールに出会えたので、こうまたバスケットボールで第一線で活躍したいとか、これでこの 3x3 で東京オリンピックに出場して結果を残したいって思うようになったのが23歳当時、11年ぐらい前の話なんですけど、
でそこから 3x3 を始めてですね、もう今11年12年ぐらい経つんですけど、2014年から代表に選んでもらって、で、まあ、このハイライトとかもあるんですけど、まあ、正式に東京オリンピックに種目になったのが2017年とかなんですね。で、まあ、当時は本当にこういうストリートのカルチャーがオリンピックになるなんて夢にも思ってなかったですし、うん、まあ、噂程度だったんで半信半疑だったんですけど、うん、で実際に正式種目になって、もう本当に明確な理由っていうか明確な目標になって歩んでいった中で、まあ、東京五輪に出場できて、で、まあ、メダルは獲得できなかったんですけど、まあ、大会6位っていう入賞をすることができて、うん、まあ、本当にいい手応えを感じたのと、まあ、見ている本当に皆さんにこう感動したとか、うん、本当に頑張ったねっていうのをたくさんメッセージもらえたので、本当にやってよかったなと思ってますし、うん、まあ、自分自身としてはパリ五輪も目指しているので、うん、これからぜひやっていきたいと思います、うん、でハイライトが映らないんですけど大丈夫ですか。あれ、もう一回、もう一回クリックして、多分飽きてる、はい、僕自己紹介終わっちゃったんですけど、いやなんかちょっとゆっくり僕のハイライト見てもらえる。まあ、参議院制、はい、大きく違うのが体育館でやらないんですよ参議院制って、うん、これとかショッピングモールの施設の、あ、どこなんですか、これは大森ベルポートっていうところなんですけど、まあ、いろんなオフィスとか、うん、お店とか、それこそちょっと上行くとマクドナルドがあったりするんですけど、うん、そこにそういうところでやって、で基本的に観戦無料なので、うん、チケットなくてフラットショッピングがてら来たりとか、いろんなお客さんが初めて見れるような競技なんで、うん、そこは僕たちこの 3x3 の醍醐味かなってなって、で、まあ、本当にハーフコートリング一つで10分間で試合が終わるので、うんうん、コンパクトに試合見れますし、まあ、これは六本木ヒルズアリーナですね場所は、本当にいろんなところでできるん で中には漁港でやったりとかして、うん、風ビュービューの中でシュートも全然入んないようなところでやらされたりするんで、うん、本当にもうこれストリートだなっていうのもあるし、コートがボコボコしてるところもあるんで、確かにドリブルが跳ねない場所とかもあるんで、今移動式のゴールとかも結構ありますよね、はい、なんでこれはもう移動式のリングを六本木ヒルズアリーナに入れ て、うん、イベントをやるって形なんで、まあ、実際もう本当にどこでもできるようなスポーツなので、うんうん、そこはかなり全国的にも広がっていけるんじゃないかなと思います。逆に 3x3 じゃ今結構オリンピックで注目されたっていうのもあって、やりたいって子どもたちとか増えてるんですか。あ、もうめちゃくちゃ声いただいてて、うん、どこでやれるのとか、うん、どこでやれば 3x3 の日本代表に入れるのかとか、うん、いろんなこう子どもたちのこう夢にもつながってるっていうのが、うんうん、もう僕としても実感していて、本当に、まあ、なんでいろんなプレーできるところを提供しなくちゃいけないなっていうのは、うんうんうん、ネクストステップっていうか自分の次の大きな目標で今考えて、うんうん、でもやっぱ中学高校って普通に、まあ、5人制というかそういうやっぱ競技としてやることと、はい、やっぱどうなんですか、大人になってから 3x3 やる、あるいはもう最初から両方の選択肢がある。でも僕が子供の時はなかった競技なんで、うん、今の子供たちが子供の時から始めてればもっとこう可能性が広がるかなと思うので、うんうんうん、そこはもう子供の時からやった方がいいかなっていうのは、うん、あ、そういうことね。まあ、競技としてはちょっとやっぱ違う。そうですね、競技として全く違うので、うんうん、それを2つ5人制と3人制やることも意味あると思いますし、うんうんうん、そこは意味があるかなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。また後ほどちょっといろいろお聞きしたいと思います、はい、じゃあ宮本さん、ちょっと自己紹介も兼ねて、はい、お願いします。今回の東京オリンピックですごく注目を集めたスケートボードストリートのオリンピック代表コーチをさせていただきました宮本美穂と申します。スケーターの中ではみんなにはカマと呼ばれているので、多分宮本って聞いてもあんまり分かんない人がいると思うんですが、よろしくお願いします。はい、カマです。簡単に私の説明をしたいと思います。まあ、先ほど説明したように今回、まあ、オリンピックに正式種目となったスケートボードのコーチをしていました。で、私が、あ、そうですね、選手たちの写真もこうやって、うん、ちょっと記念撮影の写真なんですが、そう、すごい活躍をしてくれてすごいいいイメージになったスポーツだと思います、うん、まあ、私が始めた頃のスケートボードって結構なんかどっちかっていうとやんちゃなイメージがすごく強くて、まあ、私も結構街中でちょっと学校サボってスケボーしたりとかちょっとやんちゃな方だったので、ちょっとスポーツのスケートボードとは
もう最近、ここ最近っていう感じですね。ちょっとストリート、カルチャーの方が強いスポーツでした。うん、で初めて、最初の頃は、うん、あんまり大会っていう、今みたいな大きい大会がなくて、結構地元のローカルの大会だったり、そういう女の子だけの大会はなくて男の子に混ざった大会に出ていました。で数年経ってちょっと女の子が増えてきたこともあり、こう日本の AJSA っていう大会があるんですけど、まあ、そういうのに、まあ、全国でなんか年に1回とかしかない大会だったので、結構東京の方に来たりとか、まあ、関東の方に行ったりして、女の子が、まあ、これ見てもらったら分かるんですけど、こんだけしか1年の1回だけの大会でこんだけしか出ないような、まだ人口が全然少ない時代でした。これはどれぐらい前？これは20歳ぐらいなので多分、まあ、20年弱、そうですね、15年18年ぐらいかもしれないです。で、まあ、こうやって今そうですね、みんな結構多分30代40代ぐらいの子たちですね、このもう私もめっちゃ若いですね、うん、若いですね、はい、こうやってみんな全国から集まって、まあ、年に1回女の子の大会に出るっていう、これを目標に結構頑張ってたんですけど、まあ、そういうのも、まあ、年々勝つ子が大体決まってきてしまって、私も毎年1位なのか2位なのかみたいな、どっちが勝つかみたいな争いになってきちゃって、ちょっとつまらなくなり、で今度は映像を撮ることをしてたんですけど、なんか街中で滑ってビデオを撮ったりとか、そういうことをしたりして写真を撮ってもらったりしたんですが、やっぱ男の子の中で混ざってそういうものに出るっていうのが主で、あまり女の子のスポーツとっていう遊びとしてあんまりまだ認められてなかったので、ちょっとなんか限界を感じて、なんかスケボーやめようかなって思った頃に、まあ、こういう海外の大会があるよっていうのを知り、まあ、友人とちょっと海外に行くついでに出てみようかって、ちょっとこのデューツアーっていうのは本当は招待制だったんですが、友達が英語を間違えてしまい、なんか見においでって言われたのを出れるよと勘違いしてしまって、ちょっとアメリカの大会に出つつ旅行しようって言って行ってしまったら、いやエントリーされてないよって言われたんですが、いやわざわざ来たんだって言ったら、しょうがないって言って、今ではすごい大会なんですが偶然にも出してもらえることになり、ここで世界のガールズスケーターの滑りを知ることになりました。私はでそれまでは日本のスケートボードのシーンしか、やっぱ今みたいに YouTube がなくてビデオとかでしか知らなかったので、世界のすごい女の子たちを見て、なんて私はちっちゃい世界を見てたんだと思い、海外の世界のスケーターに注目をすごいするようになりました。で自分で今みたいに大会にこうエントリーしやすくなった時代ではなかったので、旅行行くついでに大会がないかっていうのを調べて、まあ、こういうボストンだったり、あとです、ね、こう 今もオリンピック選手 のブラジルの選手とかも当時出てますね、ブラジルのレティシア・バフォーニや、アメリカの代表だったアレクス・サブロンとかも一緒に出てました。で彼女たちが出てる大会にこう出て、で自分で大会を調べて、これはイギリスの大会ですね、こういう大きい大会に、まあ、もう彼女たちは当時から結構活躍してて注目選手なんですが、まあ、こうやって海外の選手と交流をすることや、その選手たちと戦うことにちょっとなんか新たな刺激を受けてしまいやっていました、が、まあ、これもそうですね、あこれはちょっと違う大会なんですが、こういう日本でもこういう大会もあって、で、まあ、ちょっと年齢的にも、まあ、スケートボードの大会はなってちょっと限界があるなって思い始め、まあ、日本の映像を今度またガールズスケーターのビデオを撮る撮影とかをしたり、そういう活動をしていました。で、今後こういう活動をしてきても、まあ、ちょっと現役を過ぎちゃうと女子のスケーターっていうのは注目されなくなってしまうので、まあ、何かいい活動はないかと思い、まあ、ガールズスケーターを増やすこういう交流するイベントをしたり、まあ、サニースケートボードっていうスケートボードのブランドを作り、女の子たちをより増やす活動、あと長く活動できる場所を作ろうっていう活動を今やっている感じですね、まあ、それが今に至ってここにいます、はい、ありがとうございます、はい、あまだ結構私写真がいっぱい、いやいやいやはい、こうやってでもやっぱり世界と結構つながってますよね、うん、そうですね、まあ、つながりやすくはすごくなったかなと思います。そうですよね、うん、いや、うん、後でも聞きますけど、うん、やっぱりあいきなりもうすいません戻してきます
そうですね、あの本当に今オリンピックの選手が若いじゃないですか、うんうん、若いですね、吉田さんとか中山さん、うん、みんな10代中学生、中学生とか高校生ですね、うん、なのでまあ、ある意味もう親世代みたいな、そうですね、お姉さん、もうお姉さんを超えて大体お母さんとかと世代が一緒の年なので、でもそういう活躍を見てどうでした、うんうんうん、そうですね、なんかやっぱりちょっとスケートボードってあのブームじゃない時期があったので、うん、間が結構空いてしまっているんです。20代中間があまりいないスポーツなので、うんうんうん、ちょっと世代のギャップとかあったりするのかなとか、うんうん、まあ、カルチャーでやってきたけど、まあ、彼女たちはもう最初からああいう大会を目指してやってる子たちが多かったので、うん、その気持ちの持ち方とか考え方が合わないのかなっていうちょっと不安はあったんですが、うんうん、まあ、いざあの海外の遠征とかについて行って一緒に過ごしてみたら、まあ、スケートボードが好きなのは一緒なんだなっていうのを感じてすごく良かったです、うん、あ、じゃあ一緒に滑ったりも結構するんですか？滑ったりも、はい、しました、最近は終わった後もみじちゃんとかが名古屋、うん、私名古屋に住んでるんですけど、うん、名古屋に来て一緒にパークで滑ったりとか、うん、終わった後も結構交流はあります、はい、よかったです。じゃあ、まあ、でもいきなりコーチやってくださいってオファーは、うんうん、た時には結構びっくりはしたんですか、あるいはもうあれ当たり前みたいな感じですか？いや、びっくりしました、うんうん、なかなか、そうですね、私で大丈夫かなっていう、うんうん、やっぱり今の子たちの方がすごくうまいので、うん、そう教えれることはあるのかなとか思いましたが、うん、まあ、一緒に行ってみたらすごく私にも刺激になり、うん、まあ、彼女たちに教えれることもまだたくさんあったので、うんうんうん、よかったです。 ありがとうございます、はいはい。じゃあちょっと次は、2024のオリンピック種目になったブレイキンのね、はい、ブレイキンの部長ですもんね、はい、ブレイキング部、はい、はい、改めまして、石川こと、ダンサーネームで、B-Boy カツワンという名前でやらせてもらっています。で、一応今は日本ダンススポーツ連盟 あのブレイクダンス本部 あの部長をやらせてもらっています、はい、あとはまあその傍らちょっとそのブレイキン あのまあカルチャーをこう作るべく、9年前仲間と一緒にあの株式会社アイアムっていう会社を立てて、まあ代表としてもやっています。で、僕のブレイキン あの最初の、まあ、始めたきっかけというか、まあ、本当にあのスケボーとめっちゃ似てるなって今思って聞いてたんですけど、うん、あの僕らもそうですね、こうブレイキンやる、まあ、要はダンサーっていうのはまあ本当にこう不良しかやっていなかったっていう、学校ダンスをやってるイコールなんでお前高校行ってんのぐらいなあの時でした。90年代後半ぐらいは。で、その中でまああのなんだろうな、まあ、練習場所もなく肩身の狭いところで、もうやる場所といえば、地元の駅の、改札の前ぐらいしかなく、でそこで夜な夜な、友達と始めたっていうのが、最初ハマっていったきっかけです。でいろいろそのストリートでしかやるところがなかったので、まあ、今思えばストリートでものすごいたくさんのことを学んだなと、思います。で、まあ、本当に予期せぬことがこう起こるんですよね。外でこう練習してると酔っ払いのおじさんに絡まれたりとか、わかんないですけどなんかこう、まあ、いろいろあるんですよ。でもそういったのがなんか今になってはなんかすごくこう、まあ、かっこよく言えば教育になってたんじゃないかって自分でこう思ったりなんかして、まあ、そういう、まあ、あの刺激を求めてるあの、まあ、キッズだったので、まあ、毎日通うのがすごく楽しかったです。でやっぱり、根本はあともう一つはこうモテたいっていう、なんかそのぐるぐる回ったらかっこいいっしょみたいな、モテるっしょ、うん、みたいな、なんかそんなやつばっか集まってて、うん、でお前よりすごいこと俺の方ができるぜなんて言ってこう腕試しをこうしていくうちに、だんだんこうブレイキンにもっとこうハマっていくっていうのがありました。で僕らが始めた時もその大会っていうのが全くなくてですね、やっぱ練習場所でこう腕試しするぐらいだったんですけど、まあ、それで、まあ、青春時代を過ごしていきます。それから、大学卒業したら僕もあの一緒でアルバイトをしながらこうブレイキンだけをこうやっていくっていう、別にそのこれをこうプロとしてやっていくっていうあの参考例もなければ、ただダンス踊ってなんかこう成し遂げたいっていうだけで
バイトをこうしていくというなんかこうモヤモヤがずっとある中で、でもダンスやりたいっていうので数年過ごしたんですけど、まあその中でやっぱ一つのきっかけがこう海外に行ってみたんですよ。やっぱダンスこう追求するとやっぱ日本よりアメリカの方がすごいぞみたいな、で VHS 漁ってうわこの大会次行くっしょみたいな感じで行って、その海外の衝撃がやっぱすごすぎたんですよね。しかもそのダンス以外でのそのつながりがむちゃむちゃ面白いと思って、最初ロサンゼルス行ったんですけど、まあ次はじゃあどこ行こうって言って、まあ僕はその時にオーストラリアのシドニーに行って、でまたそれも楽しくて、そうするとこう僕大学生の時からそういうのがあったんですけど、その長期休みに海外に行くようになるんですよ、うん、だから仕事の大学生の時、はい、でまあ卒業してからもそれが、うん、まあ、海外 の, そのインスピレーションが強すぎて、うん、もっと行くことになるんですね。だからバイトで貯めたお金は全部 旅費に消えていくっていう、うんうん、でその中でたくさんのつながりがあって、まあ、本当にこう先進国、まあ、モナコ国みたいなところで踊ることもあれば、フィリピンのもう月島の橋の下でこう踊ることもあれば、うん、なんかそういうのでこう世界中をこう見れるようになってって、うん、あれ日本ってめちゃめちゃ実は恵まれてるぞみたいなことをなんかこう学んでいくんですよ。でそうするともっとなんかこうブレーキにはまっていくんですね、うん、でそれをずっと僕は20後半までまずそこだけを見てこう貫いてやっていくんですけど、まあ、その中で世界中で盛り上がってくると大会も増えてきますし、海外の大会で俺も優勝したい、世界一になりたいみたいな気持ちがこう芽生えてきてですね、2009年と10年に世界一に、うん、まあ、チームのバトルなんですけどに慣れたんですね、うん、でも僕らにはプロっていう概念がやっぱなくて、まあ、プロだと、まあ、教えてる、月から金まで教えて土日で地方とか海外行く、うん、まあ、そういうのがプロっていう、で実際自分もやってみたんですけどむちゃくちゃ違和感があって、俺が思ってた理想像はこんなんじゃないみたいな感じで、うん、僕そのままオーストラリアに逃げるっていうか拠点を変えちゃうんですよで、そこから僕は30歳になってからオーストラリアで3年間の生活が始まって、まあ、そこでもまたその多様性というか、日本って日本人しかいないですけど、うん、なんかそのアメリカもそうですし、オーストラリアもそうですし、ヨーロッパもこう多文化、うん、だそこでこうその多文化の中でまたその僕が得た経験、ダンスで得た経験をこう多文化でどうこう挑戦していくかみたいな感じで、うん、なんか自分をこう試しに海外に住んでしまって、うん、でまあ目標ができたのでそれをクリアしたので帰ってきて、うん、よしじゃあもうカルチャーをもっとこの素晴らしいカルチャーを作っていこうっていうので会社を建てました。したらですね、2016年、ずっとその会社としてやっていきます、自分もプレイヤーとしてやってます。で2016年ツイッターでですね、ブレイキンが、ユースオリンピックの正式種目になりましたっていうのをツイッターで知るというそれでもう世界中のみんなが、で誰がどういうふうな流れでなったんだみたいなのでこう世界会議が始まるんですよね。長たちがこう連絡を取り合って、お前知ってる、なんか聞いてるみたいな。ブレイキンのシーンの長たち、ね、そうです、うんうんうん、世界各国の友達とか集めて、はいはい、そういうの話したんですけど、うん、まあその中で誰も知らなかったんですけど、まあヨーロッパにあるこう社交ダンスがですね社交ダンスをオリンピック競技にしようみたいな団体が今のその日本ダンススポーツ連盟、はい、ダンススポーツ連盟なんですけど、はい、その中でブレイキンというカテゴリーを入れて申請して戻ってきたらそのユースオリンピックに選ばれたっていうんで、向こうのダンススポーツ連盟さんたちも結構こうテンパって、ブレイキンのこと全然知らないので世界中がこうパニックになってしまうですよね。で、まあ、ある程度、まあ、いろんなことがもうここはしょりますけど、はい、ちょっとクリアできてユースオリンピックになったら、まあ、本当に大盛り上がりだったんです、うん、でそれこそ 3×3 の, 会場をシェアさせてもらって、そこにこうフロアを敷いて やらせてもらったんですけど、うん、まあ、そこにこう、オリンピック史上初の DJ がいて、MC が進行の中にいるっていうところで、うん、まあ、まあ、ものすごく盛り上がったんですよ、うん、で、まあ、日本人、金が、2個
男女ですね。でこれですね、僕も帯同で行ったんですけど、で男子が銅メダル取ったんですけど、まあ、この、 あの流れが、まあ、入ってきてパリオリンピックになったらやばいねなんていうのを話してた翌年ですね、パリオリンピックにこう承認されましたみたいなのが入ってきて、はい、もうこれはやばいって言って、もっとこう加速して今度はこのスポーツの面に関して僕も連盟として、活動するようになりました、うん。でまあ、さっきもちょっと見せたんですけど、僕もプレイヤーでやりつつもなんかそういう、まあ、イベントとか世界大会をちょっとこう、うん、日本に誘致したりして、うん、こうやったりしてます。でそのダンススポーツ連盟やるとかオリンピックやるとか、例えばこのカルチャーとしてやるとかいろいろこうわーってあるんですけど、これもこう端折りながら、ちょっと話させてもらうとその中でも僕絶対やってるのが教えなんですね、うん。こうやってこう子どもたちにこう教えるっていうことを僕は、やります。でこの、これどうやって再生するんですかね。あ、もう一回押すの。もう一回もう一回押すんですね。あ、すみません。はい。でなんかこうこれも、これはロシアで僕教えてるんですけど、まあ、日本でもずっと定期的に教えてるんですが、やっぱり僕はさっきもストリートで始めたとか教育になるとかって僕本当に思っていて、でそれをこうもっと若いうちにストリートで学んだこういうのすごいやばかったよなっていうのをもう若い時にもっとできるだけ子供たちにこう教えることができたらとか僕も知れたらとかっていうのをすごく思ったんですよ、うん。そうだからもう僕個人的にはダンスとに出会ってこういう気持ちになってるので、もうダンスをやってるんだったらとりあえず一生懸命やってみようと。でここで、こう出会う出会いだとか、例えば本当に友達を思う気持ちとか、まあ、僕らヒップホップ用語で言うとピース、ユニティ、ラブ、ハビングファンって言うんですけど、うんうんうん、まあ、これを学べるのはダンスやってるともちろんすごく学べること でそれを子供に世界中にこう教えたいんですよね。で、うん、ゆくゆくはこういう今ロシアでこうやってますけど、日本のキッズとかなんかそういうのをこう世界中の子供のこう交流をこうするっていう、まあ、そういうことをこうやっていきたいっていう思いがあって、まあ、そうオリンピックとか、まあ、いろんなカルチャーとかやりつつもこっちもまあ自分の中ではメインにしてやってるところです。そういう僕はそういう人間です。大丈夫ですか？なんかはしょっちゃいましたけど。はい。という感じでございます。いやもう30分ぐらいね。いいんですよ。多分聞いてる方もねすごい刺激を受けたと思うんですけど、皆さんと私の共通点が一個あって、私どの競技も前職のエトブルの時に一緒に関わらせていただいたって、それこそ落合選手はワンオンワンのバスケの大会で世界に行っていただいたり、スケートも、まあ、瀬尻亮君とかと一緒にやってましたし、まあ、ブレイキンは世界大会を、ね、2回日本で開いたっていうのがあって、初めてやっぱりこういうなんですかねカルチャーとかマイナー、まあ、私が言ったらマイナースポーツはストリートスポーツっていうのがなんかすごくこう次の時代をやっぱりになっていくのかなみたいのは、まあ、すごく思っていたんですけど、落合さん今なんか勝さんの話聞いててどうですか？熱い。いやもうめちゃくちゃ熱かったんで、はい、もう食い入るように見てましたけど。まあやっぱりこうなんですかね、こうダンス一つで世界とつながれるし、うん、子どもたちも大人も関係なく楽しめるっていうのは本当に僕たち 3X3 も一緒 で、うん、でそれが早ければ早いほどいいなっていうのは本当に共感できるところで、うん、早くからもっと海外とか、まあ、タフな環境でやることがいいと思うし、たと、うん、えそれが代表選手とかトップ選手にならなかったとしても、うん、それに挑戦した過程っていうのが絶対生きると思うので、うん、まあ、そういうやっぱカルチャーっていうのも僕たちの業界でも作っていきたいと思うし、うんうんうん、まあ、それは本当にいろんなスポーツに通じるかなっていうのは思いましたね、うんうん。特にじゃあなんかやっぱりさっきほども子どもに人気とか多分全競技ですよね、ですけども、なのでやっぱりそういうのにどんどんチャレンジしてもらうみたいな感じですかね。宮本さんも今皆さんの話聞いててどうでした？そうですね、なんか皆さんの話を聞いてて、うん、もうすごいつながってるなってすごい思うこといっぱいあったし、うん、もう私が普段滑ってるスケートパークはバスケットコートがあるし、うん、で始めた頃って本当ストリートでもうガラス越しにダンスしてる人の横でスケートでやってたし、で、うん、すごいこの遊びスポーツが、うんうん、もうなんか一つの
カルチャーつながってるなっていうのはすごい感じました。思い出しました、うんうんうん、思い出しました思い出しました, しました、うんうんうん、なんか2人のお話聞いててカツくん、いやもう本当にそうですね、うん、なんか一緒ですね。なんか僕、うん、さっきも言ったんですけど、あのスケボーでも本当にスリーバイのバスケでも、まあ、何でもなんかすごくいいなと思ってて、やっぱ一生懸命こうやれるものは僕らは多分 それぞれ出会って本気でやってるんですけど、なんかそういうのをあの本当に次の世代に僕はあの伝えていきたいなっていう、うんうんうん、そしたら多分どっかの起点で違う世界に行っても、おそらく多分なんかこれを軸にこうやっていけるような気が、うんうんうん、はい、します。でもなんか今までずっとストリートとかやっぱりそういうところで、まあ、ストリートまあ、なんですかね、ストリートですよね、でやってたものがある一つでオリンピック競技みたいなものになるじゃないですか。その違和感ってな、あるありました？めちゃくちゃありましたね、うん、ぶっちゃけ。どういう違和感なんですか？いや、これがオリンピックになるのかっていうのは、うん、例えば全然整備されてないんですよ。整備されてない競技としてのこう、うん、例えば5人制のオリンピックだったらもう本当にトップオブトップみたいな、うん、もうそこをほんの一握りしか出れないっていうのがあったんですけど、うん、やっぱストリートならではっていうのが、うん、まあ、誰にでもチャンスがあるし、うん、本当にその辺でやってるスポーツがオリンピックになったっていう感覚だったんで、うん、まあ、当時僕がこの 3x3 が始まった時はもうコートもなくてコンクリートの上 で、うん、でなおかつテントもないんで外でやるとき雨降ったらそのままやらされてたんで、うん、もう本当にめちゃめちゃ滑りながらやるみたいなだからこれオリンピックなんのみたいな。それいつぐらいの話ですか？2011年とかなんで。11年なんで、まあ本当に世界中でもそうですけど、いろんな人がこう年々ステップアップして競技を作っていったので、うん、まあ、この東京オリンピックではしっかりもう競技としてできるんですけど、うん、まあ、最初はさっきも言ったんですけど半信半疑でずっと続けてた部分あったので、うんうん、まあ、本当もストリートのカルチャーだからこそ成長してってちゃんとした競技になったなっていうのは、みんな試行錯誤しながら、うんうん、選手もスタッフも進めてこれたかなっていうのがあったんで、うんうん、まあ、でも本当に誰にでもチャンスあるなっていうのが、あ、誰にでも、はい、うんうん、あのほんの一握りだけじゃなくて、うん、もういろんなところのこう裾が広いっていうか、うん、チャンスがあるのがストリートならではだなっていうのは思います、うんうん、スケボーはどうですか？違和感的に。違和感、スケボーもありありでそう、なんかやっぱりスポーツとしてあんまりやってこなかった世代なので、うん、なんかこれがスポーツになってしまって、もうみんな大会だけ目指す、うん、なんか遊びになってしまったら、うん、ちょっとなんかかっこいいスケートボードじゃなくなっちゃうんじゃないかなって思う。多分私たち同世代の人たちはそういう考えだったのが多かったと思うんですけど、うん、まあ、でもやっていくうちにその、まあ、パークスタイルだったり、まあ、本当ストリートの撮影したりするカルチャーでやる人だったり、まあ、大会目指すそういう若いアスリートを目指す子たちがいたりって、うん、いろん なんかスケートボードがあるんだっていうことをみんなが知っていって、うん、まあ、それぞれの良さをみんなが認め合うような、なんかちょっといい、うん、思ったよりもみんながいい思いに変わっていったので、うん、なんか、うん、最初思った時は不安のが大きかったんですけど、うん、終わってみればすごくいいスポーツ遊びだなっていうのは、うんうん、な変わったのかな。でもあの何ですかね、このオリンピックでメダル取った選手とか日本でも、もともとは別にオリンピック選手を目指してなってるわけではないんですよ ね、 ですね、きっと、うん、好きだからとか。そうですね、親と一緒に、まあ、うん、スケボーしたいとか、うん、まあ、ちょっとなんか運動でできたらって始めた子ももちろんいるし、うん、まあ、ちょっとやってみたいって始めたら、うん、まあ、上手くなって大会出たらメキメキ育っちゃったっていう子も結構いる。もともと多分そういう子がほとんどだと思うんですね、うんうんうん、で、まあ、そういうのを目指してるうちにちょっとストリートのかっこよさに目覚めて、そっちにやっぱカルチャーの方で撮影していく子もいるし、うんうん、なんか選択肢は増えた、うんうん、遊びですね、うんうん、いやですかね、これからやっぱ違和感めちゃめちゃ、もう東京オリンピック終わって、はい、まさにこれから準備で逆に土台を固めていくみたいな感じですもんね。そうですね、うん、確かに整備整ってないっていうのももちろん本当僕らもありましたし、あとは本当にカルチャーなのかスポーツなのかっていう議論もありましたし、うん、僕はでもそのカルチャースポーツで言えば、あのもう自分の中ではもう答え出てて、答え、はい、なんか別にカルチャーでもなんかスポーツでも、うん、ブレイキンはブレイキンだから別にいっかっていう、うん、なんかいろんな世界大会あるうちの1個にオリンピックがあるだけで、別にあってもなくても
今までと流れは全然変わらない。でもオリンピックあることによって、うん、プラスアルファでなんかあの 僕たち その意見が言える現場ではある、うん、アピールできる現場ではあるっていう、だそういうポジティブでこう捉えていて、今ではでもなんか最初は議論みたいなのあったんですけど、最近はそこまでなくなって、なんか風潮がもうやっぱいいよねみたいな、で特に東京オリンピックも後押しで、そういう考えに僕らも、うん、もっと慣れたんじゃないかなっていうのもあるんですけど、うん、はい、何か今までのスポーツ、まあ、ちょっとあまり変に分けるのはあれですけど、やっぱり従来のスポーツとオリンピックがあった、やっぱり新しくなった種目って違いってあるんですか？何かちょっと違うなみたいなあります？あるいは自分たちがやってるものってこうなんだみたいな、そんなことって思いました、落合さん。まあ、さっきも話出たんですけど、うん、まあ、遊びで始めたものが、うん、まあ、こういうオリンピックとかいろんなこう、うん、昔からあるようなスポーツに並べられたっていうか、うん、っていうのが、まあ、大きいところかなっていうのが思いますね、うんうんうん、そこは。なんでさっきのカルチャーとスポーツみたいな話で、そうですね、そこはすごく感じますし、うん、3x3 ももともと 3on3 っていう、まあ、いろんな公園で親しまれてた遊びなので、うんうん、それを FIBA っていう、まあ、国際バスケットボール連盟が競技にしましょうって言っただけなんで、もともとはもうその公園中でボスみたいのがいて、うん、まあ、独自のルールがあるわけですよ、うん、まあ、勝ち残りとか、うん、まあ、シュートを決めたやつからどんどんピックアップして3対3やろうぜみたいな、うんうん、だそんなルールがまあ、ローカルでいろいろあるんで、うん、それを正式競技にしただけだったんで、だそれがオリンピックになったっていうところが、まあ、大きいかなっていうのはありますね。確かに 3x3 の発祥の地ってどこなんですか？発祥の地あるんですか？わかんない。でもヨーロッパが盛んなんですよ。ヨーロッパなんですか？ 3on3 はもともとアメリカがバスケットボールが一番なんですけど、うんうん、3x3 の大会自体は今ヨーロッパがすごい多くて、セルビアが強かったり、セルビア、ラトビアが強かったりってい う、こう、まあ、皆さんあんまり、まあ、パッと思いつかないような国が強くて、うん、よくセルビアに合宿行ったりとかもしてましたし、うんうんうん、だそう考えると、まあ、ヨーロッパが今盛んかなってなります。うん、ブレイキンは、まあ、ヨーロッパもあれですけど、アメリカ、アメリカがやっぱ、うん、みんなやっぱアメリカに行くし、やっぱアメリカが本場ですかね。うんうん、まあでもなんかスケートボード、まあ、オリンピックで見てもらっても分かるように、まあ、大会にって言ってもなんか国ごとで競ってるよりも個人がなんかそのいい技を決めるかっていうのが結構重視だったので、うん、なんかそこは他の競技って結構ね、もう勝つ負けるって結構そのためのに戦ってるけど、うん、どんだけいい技決めるかとか、うん、なんかそっちの方が重要だったんで、なんかそうですね、なんか私たちの中でオリンピックって、 あれこんなオリンピックでこんなんだったっけってちょっとスケートボードは思いました、うん、あ、どういうことですか？なんか柔道とかああいうのだと本当もう痛くて戦って勝つ負けるとかだけど、うん、なんか技をメイク、まあ、成功したことをメイクって言うんですけど、メイクした時に他の国同士でなんか称え合うとかも、うん、なんかまあ普段の大会でも、まあ、みんながこ和気あいあいと本番では戦うけど友達なので、うんうんうん、なんかそういうのがオリンピックでも出てて、うん、なんかあ、ちょっとスケオリンピックの中でもちょっとスケートとはやっぱ違うんだなってみんなが思ってくれたように私も思いました、うん、なんて、うん、うまくまとめられないんですけど、うん、いやいやいや、でもさっきのあの技とかあって、うん、でブレイキンもそれぞれオリジナルあるじゃないですか、はい、やっぱりそうですよね、うん、なんかそのすごい自分なりのオリジナリティがある人を称えるみたいないですか？あります、あります、うん、なんかあと僕らはこう結構教え合ったり、うん、セッションしたりするっていう、うん、だからそのユースオリンピックの選手村の中で、その僕らストリートでこうみんなもやっぱインターナショナルで仲がいいので、うん、集まるんですね、夜。夜、はい、どこにですか？ストリート、オリンピック選手村のストリート。あ、ストリート、朝と外ね、はい、毎晩集まるんですけど、はいはいはい、でそこでこうやり合うのを、はい、まあ、他の競技の団体のコーチの人とかがこう見て、なんで大会前にこう教え合ったりするんだと、はい、その戦術がバレないのかとか、うん、でもなんかそこは僕らは普通だったんですけど、あ、そっか、そういう目で
見るんだと思って、うん、だからそこがでもなんかこう彼らたちにしてみたらその勝たなきゃいけないみたいななんか使命感があるから僕らそこまでないですよね。だからそこがなんか結構こうなんかギャップ、いい良くも悪くもなのかな、僕はいい風に捉えているんですけど、そうだよ、だそういったのが今のこうオリンピックとかもともとあるスポーツが今必要としてることなのかなっていうのはその時にちょっと感じましたね。そういうのは何ですか、やっぱりお互いがそのなんか技を隠してなんもちろんそういうのもあると思うんですけどなんか何のために国籍とかも関係なく、うんうんうん、みんなが集まる世界っていうのがオリンピックだと思うんで、うんまあ、それになんか近いのかなと思います。一つになるっていうか勝てなかったら負ける、あ、やめるとか、うん、なんかそういうんじゃなくて、あ、勝てなかったら、もともと好きでライフスタイルでやってないみたいなのも、うん、欲してるんじゃないかなって、勝てなかったらでもそこすごい羨ましかったっす。あ、僕らはもう勝たなきゃいけないみたいな、うん、空気感のサイドなんで、プレッシャーが、うん、もう勝つか負けるかみたいな、うん、なんなら代表に選ばれるか選ばれないかのサバイバルゲームもかなり熾烈だったんで、うん、もうそれこそこっちは技隠しますね。もう隠して技隠します、ね、はい、あ、技がもう蹴落とし合いみたいな毎日やってたんで、ね、うん、他の代表に選ばれるまでとか、そうです、うん、代表に選ばれるのもそうですし、海外のチームの選手と、うん、もう全然喋んないですし、うん、終わったら仲いいんですけど、うん、試合前とかもうバチバチなんで、うん、なんかスピーカーで大音量で入ってきたやつとかもう俺とか舌打ちしてましたからねうっせえなと思って、バスとか一緒の時そんぐらいもうバチバチなのが試合前に繰り広げられてるんで、うん、実際にこうテレビとかで見た時にああやって称え合ってる、うん、技決まった瞬間に称え合うじゃないですか、うん、結果出る前に、うんうん、そうですね、ああいうのすごいなと。逆にすごい技とかされたらうわーなんだみたいな感じにやっぱなるんですか、バスケ。嫉妬の方が大きいんじゃないですかそういうのってありますよね、やっぱり嫉妬って、まあ、なんかみんな確かにそれを超えようみたいな気持ちには多分選手たちもなってると思う、ねね、見てそれをなんとかっていう、うんうん、どうなんね、すごいですよね、うん、ある意味、え、ブレイキンはやっぱあいつこんなのできててなんだよとか思わない？思いる時もありますねですよね、本当だよね、はい、うん、そうですね、セッションしてるとなんか楽しいですね、あの大会の中でやるとなんかうわーとかあるんですけど、なんかこうセッション、うんうん、遊びの中ではやっぱりこうやばみたいな感じで嬉しい方が大きいかもしれないです、うんうん、2種類あるんですけど、はい、確かに。ちょっとじゃあここから課題の話したいんですけど、今なんか良さとかその互い認め合うとかそういうなんかいろんなねいい面あったりましたけど、逆に、まあ、ここまでちょっとなんか注目されてる時の課題ってどうですか。まあ、僕たちの 3x3 でいうとオリンピックだけが注目されてしまってるっていうのが、うん、まあ、マイナースポーツのある、うん、よくある問題なんですけど、だから本当に大事なのはここからで、うん、やっぱそのカルチャーとして根付くためにも普段の大会をもっと増やさないといけないし、うん、大会数が少ないのとプレイできるプレイグラウンドが少ないんですよ、大会、うん、まず日本はリングが少ないので、うんうん、どこでやったらいいのかわからない、うん、どこの大会にエントリーしていいかわからないっていうのが問題なので、うんうんうん、それをもっと広げていかないといけないのと、うん、やっぱりこの業界を大きくするにはもっとメディアさんに注目してもらわなくちゃいけないかなっていうのは一つ思います、ね、メディアの取り上げ、オリンピックだけのスポーツじゃなくて、うんうん、もう普段もっと大きなものにしないと、うん、まあ、子どもたちに 夢として追いかけてもらうスポーツになるためにも、うん、そこは僕たちの課題かなと思います、うんうん、スケートボードはどうですか。そうですね、まあ、スケートボードはすごく人口が増えたんですけど、うん、まあ、本当にバスケと一緒で、うん、まあ、滑る場所がまだまだ全然足りなくて、うん、で普段そのオリンピアンの選手たちも公共のパークとかでみんな滑ってるので、うん、もうメダル取っちゃったもみじちゃん、この間名古屋来た時で もうみんな集まっちゃってずっと見られちゃったり、まあ、ちょっと休憩するとサインね、お願いしますってなっちゃったりして、やっぱもうプライバシーもなければ集中して滑る環境もなくなってしまったりしていて、うん、やっぱりもっとその初心者の子が滑る場所だったり上級者のそういう子たちが出る専用のスペースだったりとか、うん、そういうものが増えないと、まあ、今後ちょっと練習できる環境が少なくなってしまうのかなとは、うん、あと逆に新しい人たちが増えたことで、うんうん、また違う問題とかもできてくるわけですよね。そうですね。そう、やっぱりパークに人が溢れちゃって、なんか初心者の子とか、まあ、新しく始めた子が滑れないとか、
で、まあ、公共の場所では、まあ、なんていうの、街中で滑って、まあ、ゴミを置いていったり、まあ、もともとその自治体の人に許可してもらって自分たちで作ったものを置いて滑ってる場所に新しい子たちが来たりして、まあ、ちょっとタバコ吸って置いて捨てたまんま行っちゃったりしてとか、うるさくて夜中でも騒いでちょっとクレームが来てしまって、うん、今まで滑れた場所が滑れなくなってしまったりっていう問題も結構出ているので、うん、まあ、そのためにはやっぱりもうちょっと滑れる場所が増えればみんな中パークの中で滑ったりとかしてくれるのかなっていうことは思う。やっぱじゃあマナー的なものが、そうですね、マナーが結構増えれば課題になってくる、うん、やっぱそういうところも指導していくというかみんなで教え合っていかなくちゃいけないのかなっていうのはあります、うん、どうですか。そうですね、僕も今と思ってたことをお二人が言ってしまいました。あのオリンピックだけではないんですよね、うん、本当に、うん、だからそこはオリンピックだけじゃないっていうところの、うん、それ以外のところをどれだけ、まあ、メディアも一緒にこうアピールしていくかっていうところと、うん、あとはやっぱりそのなんだろう、こうスポーツマンシップにっていうことを結構このオリンピックのことをやりだしてからこう聞くんですけど、そのスポーツマンシップが嫌で始めたんですよね、ブレイキンを。そのスポーツマンシップというかなんだろう、こう規則があんまり好きじゃない子たちが やるっていうなんか根本が、うん、反骨精神というか、うん、でもそこはやっぱりこの世界をこうやっていくってなった時にやっぱりしっかりマナーを守らなきゃいけないというところが、うん、まあ、どこまで届けること、末端に届けることができるのかという、だからそういったところはまあ、教えていくマナーを、うん、っていうところは課題かなと思ってます。はい、これでもすごい難しいですよね。そのなんか文化的なものとかスキーとか好きとかマナー、さっきのやっぱスケートボードとか特にそうじゃないですか、うん、滑りれないここで滑りたい気持ちとか、そうです ねあるじゃないですか。そこってどういうバランスでやるんですかね。これからそのスポーツとしては発展していくし、うん、世界チャンピオンできてくるし、まあ、スレックスリーもマスキートでですけど、どうしたらいいんですか。皆さん どういうふうに教えていくだけでいいんですかね。どうなんだろう。なんかでも難しいですよね。ストリートの良さを残しつつそういうオリンピックっていうか、うん、そういう部活とかスポーツみたいに結びつけるのって難しすぎて、うん、確かに結構 3x3 も靴下の色指定されたりとか僕初日で色違いの靴履いてたんですけど東京オリンピックの時、はい、お偉いさんに怒られて次の日からそれ履くなって言われました。え、じゃあ同じ色の靴に、同じ色、色違いのもうピンピンのこのスニーカーを履きたいと思って、うん、履いてったらもう初日でダメだったんで。そう、ダメなんですか、色違いの靴。いや、色違いダメだったんですよ。あ、色違いルール上ダメなの。なんでみたいな感じなんですか。え、それはでも好きな格好もできなくなってみたいな、テンション下がるみたいな。あ、服装、うん、はい、うん、バスケだとそういうのがあります、うん、どうです、どうやったら。そうですね、同じ服着たくないってブレイキンの子もみんなちょっと言ってる人たちいましたけど、そう、服装に関してでも僕らもそうかな、なんか人と違う服着てるのが自分のこう表現方法だから、うん、なんで一緒じゃなきゃいけないんだよとかっていうのは多分ストリートの人たちって結構あると思ってて、みんな全員同じ服ね、はい、あとはなんかこうストリートダンスとかストリートとか言ってるけどスタジオで練習するとこう結構多くて僕ら確かにね、ストリートじゃねえなってこうめっちゃスタジオでやってる、ストリートダンスをスタジオで教えるとかなんかもう根本が全然なんかもう知ってるなとか思いつつ、うん、はい、でもなんかそういったものもなんかこういう例えば登壇させていただくときに実はストリートダンスってこうですよとか、あの世界でもやっぱヒップホップっていう用語めっちゃ出てくるんですね、うんうん、でもヒップホップって何なのって多分思ってる方もいっぱいいると思うので、うん、そこから結構こうそのヒップホップのダンスといえばブレイキンなんだよっていうのとか、うん、そういうのをこう発してあの教えていくというかその、うん、そういうこともやらなきゃなとは思うんですよね。そこで初めてどういうふうにすればいいかっていう議論もこう、うん、できてくるのかなと、はい、議論をする思ってます、はい、でもなんか良さってやっぱりどうですか、うん、今日話して聞いてて宮本さんってそのなんか共通するものないですか。もう全今日ファッションとかでもそうですし、うん、やっぱ考えてることは、まあ、やってることは違うけど、うん、みんな一緒なんだなっていうのはすごい思います、うん、そうですね、ね、
これって今のさっきの新しい世代とか、うん、やっぱり次にどんどん伝えていくときに、まあ、渋谷だとそのダイバーシティとかあるんですけど、なんかそういう通ずるものってあるのかなと思ってて、個性とか、うん、スケボーさっきの皆さんの技の話もすごいこうなんかやっぱり自分がメイクしたものを人がかっこいいと思うとか、なんで共存ってできる手段あるのかなと思ってて、逆に起こさなきゃいけないのかなと思うときに、なんか街とか今渋谷なんで、そういうものにこう求めていくものって何かありますか、じゃあさて、やっぱ場作り。そうですね、もうまさに場作りっていうか、場作り、ストリートの中でできないですもんね今あんま。そうですね、なかなかそのパークっていうかそのリングがある公園が少ないので、うんうんうん、まあ、それはもっともっと、まあ、行政さんに頑張ってもらって増やしてもらいたいんですけど、うん、まずはその大会のイベントの数も増やしたりとかしないといけないですし、うん、まあ、それこそその渋谷に関してはもうトップを走る街なので、ストリートカルチャーとかそういうファッションとか音楽もそうですけど、いろんなカルチャー詰まってる街なので、渋谷でやるからこそ意味があるっていうか、うん、こう日本だけじゃなくて世界にも発信できるんじゃないかなっていうのが大きなポイントで、僕はもうポイントとしてはもう場作りですね。場作り、どれだけ子供とか、まあ、大人もそうですけど、そういう機会、場と機会みたいな、機会を街で遊ぶレベルから、うん、トップを決めるトーナメントまでやれたらこう、うん、一番いいかなっていうの。逆にじゃあそういうイベントもどんどんオーガナイズしてきたら、今後はすごい考えてて、うん、大会をどんどん作っていって、うん、プレイする場っていうのを、まあ、子供たちもそうですけど、うんうん、大人たちにもこう提供することによって、うん、でまさにその自分もプレイすることによって、うん、いろんな人の目に留まればいいなっていうのがあるんで、うんうん、そういう積み重ねがこうこの 3x3 が大きくなる要因だと思ってるんで、うんうん、そこは今後の課題だと思ってます。宮本さんどうですか。そうですね、まあ、渋谷はすごいやっぱファッションだったり、まあ、スケートボードも宮下パークっていう、ね、うん、街中にパークがあってすごいもうスケーターには最高な街なんですけど、まあ、そういうところに行かないと今見れなかったりするので、スケートボードをパークに行かないと、うんうん、なんかもうちょっと街中で、まあ、さっきの 3x3 みたいに街中で、あ、なんていうの、大会やったりとか、まあ、一般の人にもっと見てもらう機会が増えたらいいなっていうのはすごく思いますね、うんうんうん、まあ、体験会とかもたまにはやるんですけど、うん、なんか大会とかやったらもっとなんか注目されたりすると思うし、うん、海外だと本当街中を使って大会やったりとかもしてるの で、ね、まあ、日本でもそういうのがいつか、まあ、行政となんか協力して やれたらすごいもっと盛り上がるのかなっていうのは思います、うんうんうん、確かに。これどうですか。そうですね、やっぱその共存とかその多様性とか、うん、なんかそういったものがその街の中でこう普通に起こってるような、うん、街がいいなっていうのを純粋に、はい、思います。なんかプロ目指しても、あと体作りで やってもっていう人 もうみんなできるような、うん、なんかそう渋谷行こうなのか、うんうん、はい、そういうのがあればすごくいいなと思います、うん、はい、ちょっと最後にですね、皆さんにアイデアの短冊に一言ずつ書いていただきたいというふうに思っているので、こちらちょっと配布していただいてもいいでしょうか。でそれがちょっと終わった後に若干時間がもしかしてちょっと伸びるかもしれないですけど、会場の方から質問をぜひちょっとせっかく来ていただいているのでコメントとか質問を受けたいなというふうに思いますので、まあ、今こんなこと自分がしたいとか、できれば自分がこう一緒にやれるようなアクションとか、なんかそんなことを書いてもらえるといいなというふうに、思ってます。でまあ、ちょっと書いていただいている間に私が一人で喋るっていうことになってるんですけど、非常になんかでもちょっと1時間でなかなか聞ききれないと、 あと会場の方もねぜひね書いていただいてここに貼っていただけるんで、もしなんかお持ちの方いたらぜひメッセージ書いていただけたらいいなと思いますし、もしかして視聴されてる方もなんかこう一言書いてもらってコメントもらえたらいいなというふうに、思っています。あれ、なんか質問特に来てないで大丈夫ですね。はい、なんかまさに我々場作り今やってるんですけど、今実際に聞いて結構あそうだなみたいに思ったこともすごくあって、ただやっぱり渋谷みたいなところは難しいですよね、ど真ん中でね。
なんかそういうのもありながらもそういうチャレンジはねしていかなきゃいけないなとは思っています。さて SIW ちょうど本当初日で、あとでこれアーカイブも見れるのでぜひアーカイブ見ていただきたいのと、あと他にも Twitch のチャンネルでも実はコメントを他に見ていただく方いたらあのコメントもできるので、なんかお時間があったらぜひコメントとかもしていただけたらいいなというふうに思ってます。もしかして大丈夫だ。あ、ちなみにこの会場の中でこの競技やられてる方いらっしゃいます？どれかバスケとかやってる方、あるいはストリート系のなんかスポーツやられてる方ですか？あ、いますね。それはダブルダッチ、あ、そうですね。あ、なんかみんなダブル。ダンスは？このブレイキン以外のダンス。あ、ダンス、ダンス。ちょっと後で質問聞き、ま、聞きたいので、はい。ね、かけました？では、はい、どうなったでも先に後に言いたいこと、はい、渋谷ならではの、ヒップホップの街へ、ストリートの街へ、なんかあの僕中学校の時にヒップホップの街だったんですよね、渋谷って。はい、なんか絵描けるしレコードいっぱい売って DJ さんいるしラッパーの人いっぱいいるし、まあ、ファッションもそうですけど、なんかそれでヒップホップイコール渋谷っていうのがあって、うん、でヒップホップってこうストリートっていう風なこの文字に対してあの文化に対して、うん、ヒップホップってもう元祖の元祖だと思うんですね、うんうんうん、でもさらにそのヒップホップに逆戻りではなくて、うん、それを復活しつつのあのそのストリートっていう、先ほども言ったこういうのあったらいいよねっていうのも全部ガッチャンコさせる若者の街、うん、渋谷。若者の街、じゃあヒップホップの街、ストリートの街、若者の街。そうです、若者も勝手に世界中から集まってくる。世界中から集まってくるのいいですよね。間違いなく集まってきます、これあれば、うん、はいと思ってます。そこにやるために一緒に頑張るっていう感じですよね、はいはい、そういう場をまず作りたいです。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。ちょっと拍手を、はい、皆さん共感を共感していただいて、はい、はい、じゃあ、はい、どうしましょう、はい、じゃあ、はい、じゃあ宮本さんお願いします。はい、一つの町に一つずつのパークがある、うん、スケートボードのカルチャーを作りたいです。いいですね。それはもう、はい、そうですね。やっぱそれぞれの町にちゃんと、そうですね。うん、もうこの辺だったら渋谷に1個パークがあって、まあ、原宿に行ってもパークがあってとか、海外だと本当一つの、ま、なんかちょっと小さい町さんですね。そうですね、はい、もうちょっと移動すればスケボー乗って移動すれば次のパークに行けるような、うんうん、もうスケーターがこう街を走れるような環境が整えれればいいなと思います、うんうん、そうすればそこでちゃんとマナーとかね、みんなで管理みたいな、うん、そうですね、できますよね、うん、まあ、そのためにはやっぱり理解してもらうこと、はい、いいイメージを作ることは大事だと思います、はい、でもまあ東京オリンピックきっかけになりましたからね。そうですね、うん、まあ、大きかったと思います、ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと拍手。はい、じゃあ落合選手、はい、はい、僕はですね、もうズバリ渋谷で世界大会とキッズクリニックを、はい、いいですね、実現したい目標であって、うん、はい、でこの世界大会は 3x3 の世界大会なんですけど、うん、それこそスケボーだったりダンスだったり一緒にできる、うん、もう本当に2日間ぐらいかけて、はい、一つのイベントでいろんなカルチャーを詰め込んで、うん、いろんなファンを巻き込んでいく大会にしたくて、うん、でなおかつ 3x3 の世界大会トップの選手たちを見てほしい、うん、で夢を持ってもらいたい、でその場で子どもを教えるクリニックも同時に開催して、うんうん、そうすることによってクリニック子どもたちに夢を与えていけるっていうのもありますし、うんうん、そのまま子どもたちが大会を見たりスケボーを見たりダンスを見たり、うん、いろんな刺激を受けて、うん、あのいろんなことを思ってくれればなと思うので、ぜひこれは最低でも年1回、年1回欲を出すと3回1回ぐらい世界大会が、まあ、これには莫大な費用とかもいろんなねあの大人の支援が必要なので大人のあのぜひこれを見てる大人の方たち応援よろしくお願いします。はい、なのでこれがこれどれぐらいで実現したい感じですか？もう来年にはやりたいですね。来年にもう結構早いですけど、もうガンガンやっていきたいんで、はい、これは、はい、わかりました。早ければ早いほどいいんで、はい、はい、じゃあちょっと見てる方もぜひねこれご支援の方をお願いいたします。ちょっとじゃあ拍手、はい、あ、なんかねコメント来てまして、
オリンピック感動しましたとか、日本だけでなく世界に視野を広げて新たな発見をすることは非常に大切ですみたいな、そういうのも来てますんで、あのオンラインコメントですけど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここで何個か質問、ね、せっかく来ていただいて質問コメントだけ、これはもう貼ります、あれですけど、質問コメントされたい方、ちょっとなんかぜひいます？当てちゃっていいですか？当てちゃっていいですか？じゃあちょっとダブルダッチチームからどなたかお一人今日聞いてどうか、はい、はい、はい、お願いします。はい、あ、じゃあちょっとマイクが、はい、聞いてちょっとコメントね、質問でもいいしコメントでもいいです。はい、そうですね、まあ渋谷と僕らダブルダッチ結構こう代々木公園とかで練習するのが本当に多くて、それは今の僕たちもそうですし、昔本当20年前ぐらいのダブルダッチのスタートもそこから始まっているところがあって、そこにスケーターの方もいてバスケの方もいらっしゃるんですけど、やっぱりこうなんだろう、周りの通行人の方とかとの関わり方といいますか、最近はこうすごくなんだろう、砕けてきてくれてる、すごくいい目で見てくれるなっていうのを感じるんですけど、その昔と今ってどうそれが皆さんの中で変わってったのかなっていうのがちょっと気になってしたいなとちょっと思いました。お答えいただけたら嬉しいです。はい、どうですか、じゃあまずスケートは特に変わったのかな、どうですか、通行人。もう最初の頃は本当に街、まあ、私も本当に名古屋街中で滑ってたんですけど、もう通る人に危ないなって言われたりしてたんですけど、最近は乗ってると頑張ってねとかなんか本当は滑っちゃいけないところで滑ったりするんですけど、なんかそういうところだとすぐ怒られたのに、オリンピック見たよとか、なんか街の人に声かけられ、なんかいい方で声かけられることも増えたので、そうなんかすごい変わったと思います。ありがとうございます。注目する 3X、まあ、街中ってあれですけどやっぱ変わりました。まあ、ちょっと僕自身が最近ストリートでプレーできてないんですけど、するときにいつも心がけるのが、まあ、あのタバコのポイ捨てとかゴミとかめちゃくちゃあるんで、だそういうのが結構イラッとされるっていうか、何やってんだお前らみたいな空気になっちゃうんで、それを最低限なくすのはもちろんなんですけど、なくならないのでやっぱり自分たちでそのゴミを拾ったりとか、そういう活動をすることによって、あのその通行人の方とかいろんな方たちの目に留まるので、そういったのはあのバスケットボールのチームでもやってますし、個人としてもそういうのは心がけていって、ちゃんとそのプレイグラウンドもそうだけど、街をきれいにすることによってこういろんな人がハッピーになれるかなと思うので、そういった活動が大事かなと思って心がけてます。ありがとうございます。はい。勝君なんかありますか？そうですね。もう同じですね。あのやっぱどの時代でも多分まずマナー守ってないと絶対文句言われるっていう、そこがストリートのいいとこでもあり悪いとこでもあり。でもあの、マナーですね。はい、すごく大事な気がします、どの時代も。はい。確かに。なんかあれですよね。その皆さんファッションとかこだわりを持っているから、なかなかこう街中一般って言っちゃいけないのかな、ちょっと近づきづらいとかあるじゃないですか。でもそこでちゃんと態度をいつも笑顔だったりとか、ゴミはちゃんと拾ってやるってなると、多分受け入れ方ってすごい変わると思うので、なんかそこはね、やっぱりやっていくことで、逆にここやっていいよとか、これどうだよとか、私なんか最初2018年からこの活動始めてバンバンスポーツやってるけど、もう全然変わりました。最初誰も話聞いてくれなくても、今はあここできるかもねってなってるので、ぜひなんかここにいる、ね、あの渋谷もそうですし他の地域でも一緒になってそういうのはできたらいいかなというふうに思ってます。はい、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。質問、はい、ではですかね、それではお時間、あ、どうぞどうぞ、はい、ごめんなさい、はい、お願いします。あの後ろがもう一問、はい、渋谷カルチャースクランブルというメディアをやってます野本と申します。あ、小沢さんと一緒にやらせてもらっているものです。今ちょっと遅れて最後だけちょっとお伺い、あの話聞いてたんですけども、落合さんの今言われてたようなその世界大会をこうやりたいみたいな、でそのいろんな他のジャンルというかもう混ぜてっていうのは、今まさにちょっと自分がファッションとか音楽の方でちょっとやろう
ってたことで、例えばそういう世界大会みたいなオフィシャルでやっちゃうと本当にすごい、なんですかね、大人が関わってお金とかいろいろかかってくると思うんですけど、なんか自分たちでなんですかね、こうやっちゃうみたいな、そういうカジュアルで世界大会じゃないけど、まあその賛同した、まあ、トップレベルの人とともにその競い合うみたいなことを、その街のクリーンとともにこうやるみたいなカジュアルなスタートだったら、もう全然すぐやれちゃうんじゃないかなと思っていて、なんかそういう具体的なものを見せながら本当に世界大会をこうやっていくような形とかって、まあ要は自分たちハンドリングできることからやっていくみたいなことって、なんかそんぐらいカジュアルにやれちゃうんですかねと思って、うん、もう、まあ、僕たちの業界で言えばリング一つ持ってって、うん、スポーツコート引けばできるんで、どこでも、うん、もう可能だと思いますし、はいはいはい、その世界大会の規模はもう世界のトップクラスの選手を見てほしいって思いからあったんですけど、もちろん国内のトップ選手を集めることがもっと簡単で、うんうんうん、すぐに実現できることなので、はいはいはい、それは全く問題なくて、でそこにスケボーだったりダンスだったりいろんなカルチャーを混ぜていって、で音楽も混ぜることもできるので、うんうんうん、実際に僕たちの業界で、まあ、ハーフタイムだったりこう休憩時間にそういうイベントとかアトラクションがあるんですよ、はい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 、実際にこうコラボすることがあるので、はいはい、そういったのも、まあ、2日間ぐらいかけてやったら、うんうん、まあ、大きいもの作れるかなっていうのも思いますし、はいはいはい、でまあ、場所によっては、まあ、できるできないあると思いますけど、うんうん、渋谷だったら、まあ、渋谷だからこそできることっていうのがあると思うので、それは本当に自分もオーガナイズする立場でもそうですし、プレイヤーとしてもプレイしたいなと思うので、うんうん、それはもう本当に実現できるかなと思います。あ、なるほど、はい、そうですよね、なんかね、音楽も関わってくるし、そのバスケだけじゃなくていろんなものが横断してつながっていると思うので、なんかそういう、はい、ことができたらなと思ってはいた中で、そういう話だったんで、はい、なんかまた後で打ち合わせできたらと思います、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、そんな感じでした。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますでは、ちょっとお時間も少し伸びてしまいましたけど、今日は本当に皆さん来ていただいてありがとうございます。お互い多分なんか学びとか刺激とかありましたかね。ありましたね、はい、はい、ですのでぜひ一緒になって、また何か、こう新しい、活動というかアクションになったらいいなというふうに思ってまして、書いていただいたことをまた来年チェックさせていただきますので、なんかどの段階にいるのかも含めて、はい、ぜひまた来年お会いできたらいいなというふうに思ってます。はい、まず会場に来ていただいた皆さん、そして視聴していただいている皆さん、瀬戸男さん、皆さん本当にありがとうございました。はい、